皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大、上沼恵美子が13日にカンテレで放送された解決恵美チャンネル金曜。 57.00に出演ダウンタウン松本人志が先月8日に同番組に出演した当時を振り返り緊張していて面白かったと述べた番組には俳優の愛島和幸がゲスト出演ドキドキしてます面白い番組だから面白いことをしなくちゃいけないとプレッシャーを感じていることを明かした 神沼は面白い番組じゃないですと笑わせ、こない松本としさんが来てくれてめちゃめちゃ面白かった。松本さんがちょっと緊張して割ったんが面白かったです。鉄子の部屋みたいでしたとの、松本が出演した回は先月8日に放送。神沼が松本に直接オファーして実現。